はい、じゃあね、カウンセリングね。はい。うん、まあ、俺ちょっと録音する前にちょろっと話したら、はい、まあ競馬の G1 がね、うん、うんうん、まあ終わって、はい、3月の20何日だったっけ、終わりですね、28や、はい、3月28、その前、ね、はい、フェブラリーがあるけど、はい、ダートなんで、3月28日が、うん、高松宮で、はい、結構、まあ、時間が、うん、まあ、言えば3ヶ月あるということを、はい、今静香ちゃんがね、はい、私どうしましょうって、はい、うん、あの知らん競馬ってずっとやってるってこと知ってます。うん、1月5日、はい、あのね、はい、書けないの、はい、わかる。1月5日から金杯で、はい、まま、もうその1月から毎週土日、はい、まあ、例えば1月9、10はやって、はい、11もやるんよ、やりますね、重賞ね、はい、重賞とかも、うん、やりますね、ずっと。だから毎週ずーっとやってるんよ、やってますね。でそれを研究すると何がいいかっていうと、はい、いや、っていうか逆に、はい、そこ研究しないと確かに春競馬確かに G1 馬ばっかりじゃないですもんね、うん、だから結局その次の春で、はい、まあ今回 ね、はい、そうですね、あのめでたくプラスにはできたわけやけど、はい、まあでも3000円勝ちましたって。そうなんです、あの、うん、3万円勝ちましたっていうんやったら、うん、嬉しいですけど ね、3万円プラスでしたっていうんやったらいいけど、はい、3000円プラスっていうのは、うん、なんかちょっとこう歯切れが悪いじゃない。そうなんです。うん、ということはそのまあ今回の3、まあ結局はもう今回3連単が全てやったわけやんか、はい、言ってる黒字になったっていうのは、うん、はい、で結局その買い方なんよね、はい、結局馬連、うん、馬単、3連複、3連単、わかるでしょ、はい、でこれを、はい、その仮想馬券で、はい、仮想馬券でこの競馬を、春までの競馬を利用するんよ、はい、なるほど、わかる。そうするとそのコツがわかるんよね、こう勘がわかるというのかな、はい、そのあこういう感じの時は倍率で出るじゃん、はい、その人気の、はい、あこんな感じの時って3連単狙おうかなとか、あ1、2着微妙やな、だけど2頭が抜けてるな、だったら3連複で行こうかなとか、うわーなんか1頭がもうこれ強いなと、うん、ということは馬単で行こうかな。例えばこの前の有馬も、はい、あれねちょっと日程がね悪かったよね、うん、あれねあのホープフルやったっけ、はい、あれホープフルとそうなんです、あれ有馬が例えば別の日にもし会ってたら、あれホープフルがで黒字が出たやんか、はい、あの時に、はい、馬単で行けばよかったんよ。よかったですね。うん、わかる。行ったら買ってましたね。わかるよね、はい。でもまあ今回はまあしょう、うん、だけど来年は、はい、あのやっぱりホープフルが元に戻って一番最後になるんよね。本当ですか。うん、で有馬が最後から2番目。はい、うん、だからまあ別々の日になるっていうことで、あの考える時間とね、はい、まあその戦略が立てれるということで。うんうんうん、うん、だから結局ね、あの競馬っていうのはね、その当たっただけでは黒字が出ない。はい、それはよく分かりました。でとにかくその3連単で勝たないと、うん、黒字が出ないよ。あだからもう常に全レース、うん、3連単で勝つゲームじゃないかっていうことを常に念頭に置くトレーニングを背中で、はい、それを重賞で、はい、ね、やるんよ。毎土日土日土日があるわけやから、はい、全部するんちゃうで、はい、その1日の朝から晩までよ。それのメインレースをするんやで。わ、はい、かる。メインだけ考えて、そう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 、メインだけね、はい、うん、まあ仮想 G1 みたいな感じやね、はい、まあ簡単に言ったら、あの G1 に出そうな馬が出てる、うんうん、そうですよね、うん、だから何でもかんでも重走じゃなくって、
G1 に出そうな馬が出てる、うん、はい、だって全部したらしんどいやん、はい、で面白くないやん、買わないやから馬券を、うん、そうでしょ、うんうんうん、まあ、いずれはね、はい、なんていうかな、 G1 以外も買えるようになれば黒字は出やすいんやで、うん、あ、そっか、いや G1 で速い馬ばっかり出とるから難しいんやで、はい、そうですよね、重走の方が G2 とか G3 とかの方が 1匹か2匹ね、この前誰かが僕が馬を1匹2匹って YouTube で言ってたから、1頭2頭ですけどって言って、うん、いや僕から考え見たらどう見てもなんか可愛いから1匹2匹って思うよね、可愛いですね、まあ1頭2頭ね、1、2頭ね、なんか結構ね G2、G3 ってね、意外と勝てるんよ。ああ、そうか。うん。だから競馬のプロの人が、はい、G2 とか G3 とか、はい、あと新馬戦、はい。やっぱり新馬戦っていうのはほら血統が大きいでしょ。うんうん、大きいです、ね。それと前評判が大きいじゃない。ね、だから新馬戦、はい、それとまあ G2、G3、はい、うん、その辺を考えてやっていけばまあ。多分競馬がない時ってないないですということないよ、はい、全部あるんよ、だから夏は夏競馬があるから、はい、なんか全部あるから、はい、ね、だからそれをだからどのレースで練習しようかなっていうことで、うん、まあね、うん、その研究することになるやんか、はい、ね、まあ例えばほら G1 を見てても、うん、そのオープンから出てきた、はい、馬とかさ、はい、いるじゃん、はい、ね、新馬戦から出てきたとか、うんうん、でそういうので実際にそのまあ簡単に言ったら予選やわね、はい、予選の時点から研究してると非常に分かりやすい、はい、うん、例えばこの前のクロノジェネシスなんやけど、あれまあ有馬のあの馬場の状態ね、うんうんうん、うん、だけどまあ宝塚も勝ってるっていうところもあるんで、ね、はい、例えば来年の春になってきた時に、うん、はい、そのクロノジェネシスなのか、うん、誰だって三冠の女の子誰だっけ、デアリングタクトか、はい、うん、デアリングタクトなのかっていうのが、うんうん、その2000ぐらいの距離の時に、うん、例えば天皇賞とか、はい、で天皇賞ぐらいになってくるともしかしたらグランアレグリアも出てくる可能性もあるんで、距離的には、うん、でまあ牝馬に関しては、うん、もうなんで昔牝馬が、はい、まあその2キロの、はい、筋量差があったのかって言ったら、はいはいはい、女の子の馬って体がちょっと弱くって、はい、海馬をね、はいはい、なかなか食べなかった時代があったのよ、うんうん、はい、だけど栄養改良で、うん、もう男馬とほぼほぼ変わらないようになったよね、うん、で、はい、で多分将来はもしかしたら、うん、まあ、いきなり、うん、2キロはけど1キロぐらいの差にはなるかもしれないん で、はい、で調教師さんも今ちょっと2キロの差は、ね、そう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 、考えないといけないって言ってましたね。そうそうそうね、そうするとその男馬の方がやっぱりなんていうかな、うん、そのまあ競馬もビジネスなんで、うん、ビジネスとしてちょっとっていうことになってくるんで、ね、でもまあそうなるまでは牝馬っていうのが、はい、やっぱりかなりなんていうかな、この黒字を出しやすいということなんでね、はい、うん、だからそこもやっぱ特にその有力なその血統的に有力な、そしてまあG1 のその予選のような形で練習みたいな形で出てきてる、うん、その重走 G2、G3、うん、うん、まあ、オープンでもいいし、はい、その辺をまあ自分で選んで、はい、うん、でそこに関してその YouTube で情報発信していくと、あ、うん、それでいいんじゃないかなって思うけど、はい、うん、だから競馬に関しては、うんうん、とにかくその三連単でどういう買い方をすれば、うんうん、ね、1回の予算が6000円というので決まってるんであって、
あれさ、はい、ホープフルやけどさ、はい、あれ1000円にしときゃよかったよね。そうなんです、言ってることわかる。欲を出したらよかったです。うん、だから僕は基本的にまあ初めての3連単だったんで、はい、練習で、うん、あれはあれでよかったんよ、はい、練習で500円っていうのはよかったんだけど、はいはいはい、やっぱ春になったら、はい、やっぱ大きく勝たないといけないんで、はい、黒字を大きく出すためにはやっぱり基本的によほどのことがない限り、うん、1000円で買うというふうにしとかないといけないよね。はい。わかるよね。うん。だからその今度の、うんうん、ね、その G2G3 とかもやっぱり1000円で仮想馬券というもので、うん、その収支、うん、まあ、自分がもうそれをしたということにして、はい、もうレースも選ぶんよ。はい。わかるよね。だいたい前哨戦っていうやつを選んでいくっていう、うんうん、そう、レースも選ぶ、はい、そしてまあ普通に仮想馬券として、うん、まあ、買い方とかも全部選んで、うん、そして収支計算をしていくんよ、はい、うん、でそれを YouTube で発信していくっていうことやね、うん、まあ、もちろん馬の情報とか、はい、もう少しね、はい、なんていうかな、ババその、うんうん、競馬場の情報とか、はい、馬の情報とか血統とか、はい、騎手の情報とか、はい、厩舎の情報とか、はい、知ってるんやから、はい、そこをもうちょっと YouTube で発信していかなあかんわ。わかる、はい、言ってることわかる、はい、うん、わかるよね、はい、うん、だからそこをもっとこう なんていうかな、もっと、うん、そのカウンセラーがやってるんやけど、うん、もう少し競馬、うん、競馬よりということは、はい、競馬の YouTube あるじゃない、はい、その何人かの人がやってるじゃない、はい、でその YouTube とかで何を話してるのかっていうことをちょっと研究して、うん、はい、言ってることわかるでしょ、はい、あなたたちでなんでチャンネル登録数が多くてその再生回数が多いかっていうと、まあもちろんその予測的なものが当たるということはあるんやけど、うん、面白いよね、はい、その競馬の情報がやっぱり入る、はい、ね、だからそこに関して、まあ、他のちょっと YouTube、うん、なんていうかな、ああいうなんていうかな、その広告収、今どうなってるの、なんか競馬って広告収入なんかアウトとか YouTube は全然大丈夫なんやけど、どうなんでしょう、うん、だからまあまあ例えば逆に広告の入ってる、はい、競馬専門の YouTube チャンネルってなってくると、まあ、かなり質が高いっていうことになってくるんで、うん、うん、まあその辺見たりとか、はい、うん、なんか何人か面白い人いるよ、うん、何やろ、もともと馬術の人喋りもなんか分かりやすくて面白いしね、うんうんうん、それとね、なんかね、本人はなんかこう、はい、オカルトって言ってるけど、はい、なんかこう有馬で、うん、牝馬で勝った馬なんか全部調べましたって言って、うん、それをこう話したりと、はい、そこまでしなくていいんやけど、はい、まあでもそういう人の情報借りたら、そういう人のことも言ってあげても別にいいと思うしね、うん、うん、だからそういうふうにもう少しなんていうんやろね、こうやっぱり真面目病を治すんで、もう少し娯楽性を出さなきゃね真面目ですね。やっぱりもう少し娯楽性を、はい、うん、純粋に競馬としても、はい、情報のあるものをね、うん、じゃあ前半はちょっとここで終わっとこうかな、はい、はい、ありがとうございます。